今日はね、午後、夜にね、夜な夜なクッキング、ガトーショコラ作りをしました。調理工程こちらに中出してると思います。で、M1 Pro MacBook Pro で iOS サイズけね、2でね、予定入力、一度入力した予定がね、なんかね、広報としてやばいので便利です。時短ね、大体予定って毎週2回やってんだね。あとは、週刊アクセス昨日出し忘れたね。もうケーキ取り付けとかやると、なんか時間が、これから始まって、どうぞ。今日はね、歯医者です。1.6 万円かかるということでね。一旦区切れるかどうかね、なんかね、ちょっとあれしてみます。今日はね、iOS ハム野球してね、昨日のね、午後もやったんだけど、昨日はね、昨日の Vlog 組み込んでたかもしれないんで、あれですがね、昨日、仮眠前にね、今日もハム野球してきました。あれ、時間が短いのでね、なんかね、別は別にね、歯磨きタイムは歯磨きタイムでセッティングしてあります。お願いします。どうぞ。
はね、まず鎌倉殿の13年ちょっとね、ケーキ作りが遅れちゃったので、ね、なんかね最初に本見れなかったんですけども、和平家のね、役割が、ね、頼朝に通じて、頼朝演じ、小栗旬さん演じる頼朝にね、通じているね、平家の下っ端の人がね、なんかね、頼朝に通じているみたいなんで、と、頼朝の狙いはなんか義政なのかってね、そんな話も出てきました。頼朝の狙いはじゃなくて、平家の狙いは頼朝ではなくって、義政か。あとはそこから平家の情報を得るね、源頼朝でしたね。あとはね、DCU ね、 DC ジャパンが発したわけですが、 DC ジャパンね、最後ね、犯人の裏切りがあったのと、犯人で被疑者の裏切りがあったのとね、前回で疑う疑念を持ったね、岡間流星さんなんですが、安倍先生にね、今回はね、それとも同じ結論に出してね、もうこれからっていう時になんかね、無罪だった人の裏切りっていう回でしたね。この子のものなんて、ね、なんか国際テロ組織かなんかね、なんかね、わかんないけどね。あと、真犯人フラグね。真犯人フラグ。真犯人フラグはね、ようやく話がね、大きく動き出し始めたのね。宗教団体というのは、198、新興宗教団体というのね、あれっていうのと、ね、198の村上春樹さん、僕、村上春樹さん、198というのと、初出ことが教えてくれたことしか読んでないんですけど、そんな感じが、ですね。それを思い出しますね。なんかね、あれも新興宗教団体だな。まあ、そんな感じかな。では、ありがとうございました。でも、最後の宮沢りえさんのね、なんか見つかっちゃったってね、僕はね、犯人説あるんで、なんかね、奥さん役の宮沢りえさんね、ちょっとわかんないです。自由とソフのパーカーの方が、